タンク艦列車動画第96回、JR 加古川線のタンク艦列車です。この列車は、毎日、兵庫県の薬人を11時46分に、出発する、加古川行きのもので、車両は、網干総合車両所、加古川派出所の125系1両です。ここは薬人駅、全国的に見ても珍しい、JR の両運転台の、車両が行き交う路線、加古川線。この125系は、223系をベースとしており、3ドアに改造可能なように、車両の中間部分の窓の配置に不自然なインターバルがあります。加古川からやってきた当駅止まりの列車は、この駅の構内にある車両基地へ引き上げていきます。ホームは、2面2線で、おおむね単線区間の加古川線ですが、入れ替えができる構造になっております。そして、駅の東側には、2008年まで運転され、現在は廃止された三木鉄道の、廃線跡があります。北側にはロータリーも新設され、廃線跡は新たに生まれ変わったところもあります。そして、発車時間のおおむね5分ほど、前に、乗り場へ入ってきます。タンク艦データと、後面展望をお届けします。前面展望は、前面の助手席側に便乗の、乗務員がいたため撮影不可能でした。なお、次の艦のと、日岡の間は側面展望とします。運転台のある車両同士を向かい合わせて連結する際、通路の車内から見て右側に乗客が入れるスペースを作ることがありますが、この列車ではそのように進行方向反対側になるときは立ち入ることができます。そのため何の妨げもなくこのように前面窓越しに景色を見ることができます。これは素晴らしいですね。この125系は JR 東日本や西日本に存在し、荷物電車から改造を受け、旅客電車として活躍していた雲波123型に続く、単行、両運転台を基本とする列車です。この形式は、加古川線や小浜線などで、活躍しており、加古川線では、この加古川から薬人の区間と、西脇市よりも北の区間で、活躍しており、4両が在籍しています。その他の区間は、103系から改造を、受けた3550番台の2両が活躍しています。首都圏や東海地区はもとより JR 西日本管内でも徐々に数を減らしつつある103系のグループはここでは現役バリバリです。
に囲まれた田園風景を抜けると、徐々に周囲に民家が立ち並んできました。次は、関野。こちらも2面2線の列車交換が可能な駅です。ここからカメラの向きを左側面に変えてみます。ところで、この加古川線は加古川という河川に沿って走っています。かつて加古川において船による物資などの運搬をしていたものを鉄道に振り替えたため、比較的市街地から駅までが離れていることが多く、そのため旅客の増加に頭を悩ませている路線でした。特に沿線で最も利用がある西脇市からも大阪方面への高速バスが盛況で、利用の増加の足かせとなっています。その加古川線に日本へそ公園という駅があります。日本のへそということについては様々な海なし県においても主張されています。ちなみにこの兵庫県の日本へそ公園は東経135度、北緯35度という霧のいい緯度にあるというのが存在理由だそうです。日本の国土の緯度経度から合理的に算出したところなど複数あり、へそがいくつもある日本列島ということになっています。しかしこうして駅名になっているところはここだけのようです。市街地が見えてきました。もともと私鉄ということもあり、駅間は比較的短めです。運転間隔は、薬人から南の区間は、おおよそ30分に1本、ほぼパターンダイヤが組まれているため、特別に利用しづらいということでもなさそうです。1時間のうち、1本は現在乗車している系統で、もう1本は、西脇市と加古川を、結ぶ系統です。日岡に停まります。この駅も先ほどの関野と同じ2面2線の駅です。関野から日岡までの区間において新駅の構想があるんだとか。この日は平日、加古川に着くまでには座席が一通り埋まるほど乗車があり、比較的足代わりに鉄道が使われているということでしょうか。Thank you.
カメラを後面に移して、再び後ろの景色を撮影します。この先の国道2号線を、くぐると、徐々に高架の駅である加古川駅の、アプローチへと進んでいきます。駅は山陽本線との接続駅です。この駅の加古川線ホームに至る際に中間改札が設置されています。加古川線には無人駅が多いため、山陽本線でやってきた乗客の運賃をここで一旦生産させる目的があるためだと思われます。アーバンネットワークで大回り乗車をする人の疑問となっていますね。首都圏でいう京浜東北線の鶴見駅と同じような位置づけでしょう。この動画の終わりには、この車両とともに加古川線を盛り上げる、103系の3550番台の車両の薬人駅発車動画を撮りましたので、おまけとして最後にご覧入れます。加古川線専用ホーム、5番線、6番線のうち、この列車は5番線に到着します。折り返しは、薬人駅になります。到着しました。降りてみましょう。先ほどの中間改札がこちら。お見送りは山陽線のホームから行います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやリクエストはコメント欄へ、チャンネル登録もよろしく、お願いいたします。次回は、みんな大好き阪神電車の、タンク間列車をお届けします。では、最後にこちらをどうぞ。